それでファイターズ戻るときは GM 補佐でも。そうかそうか。それで GM 補佐をしばらくしてて4年やったでね、はい、でその頃に俺は中継で札幌ドームに行って、要は木田さんは僕の係のように常に横にいてくれていろんなこう話し相手になってくれたりね、してたんだね。ああそうか。でもすごいな。でもすごいですよね、経験がね。だってさ、なかなか野球選手ってそこまでいろんなことできないじゃん。例えば俺なんかだったらせいぜいアメリカのあのマイナーのところの人工調査みたいな、ああいうの行ったぐらいで、あとは別に球団を呼ばれて行ってみたいな感じだったけどさ、俺できないわその営業とか。なんか面白そうだけど、なんか、まあ、僕がいろんなの考えて、金沢の人にしても僕がパッと入ってきてポスター貼ってくださいよって言ったら大きなぐらいで終わりますけど、荒木さん入ってきたらとんでもないことになる。とんでもないよ。とんでもないよ。いや、なかなかそういうのってさ、でもその三雲さんの話じゃないけど、やっぱいくらかってっていうのは、俺らほらそういうさ、そういう会社とかに入ったことない人間じゃない、高校からそれも風呂入っちゃってるからね、全く分かんないところでそういう経験ができたっていうのはすごい、ね、だそういうのもあってだよね、多分ね、もう今のポジションがあるのは。で、うん、今年から GM 代行です。 GM 代行になる。今度は どんな仕事的には、はい、これまああの栗山 CBO、 うん、栗山さんもなんかプロフェッサー、ね、チーフベースボールオフィサー。そ、去年までがプロフェッサーで、あ、そっか、今年からチームベースボールオフィサーかな、 CBO です。間違ってない。CBO です。CBO。で、だからもう僕が GM 代行、ファーム監督から GM 代行になるのも全部その、まあ CBO とか、うん、吉村本部長とかが決めてるんで、うん、もうそこの2人がやりたいことを、うん、どれだけやれるかっていうのが僕の仕事ではあると思います。難しいね。まあ、でも本当に前 GM をさやってた時も、要は吉村 GM、 栗山監督だったじゃないですか。もうその時から言ってるんですけど、こんなね野球オタク2人についていけないそう、これはでも言っといた方がいいよ本当に。あの栗山監督のオタクはグッズなんですよ基本はね。基本はそう、グッズなの。アメリカの方のあの、ペディベアだっけ。もう。ペディベアの人形とか、ああいうの。僕が前田に行ってる時も、それ買ってこい、あれ買ってこいとか言うぐらい、そういうのを全部集めて、あの、栗の木ファームって言って、今、監督栗山町、北海道の栗山町にある。そこにも全部、人のユニフォームから何からグッズから全部。で、吉村さんっていうのはオタクなんですけど、そういうものには全く興味がないんですよ。ね、そうです。だからそれ僕がそのオタク2人にって話したら、一回オタクっていうのは物を集める人のことだろうみたいなそう、俺もね、なんかその話したらGM に、GM じゃないわ、あの吉村さんに言われた。一緒にしないでもらいたいってあの人とは違うって言って、うん、それで曇りだ。それはでも本部長も本当にまあ言葉、まあ言葉悪いって言ったらオタクの人に怒られるから悪くないんですけど、うん、本当に僕らが、え、そんなとこまで見てるんですかっていう野球のなんかいろんな記事とかツイッターとか、あ、まあ今 X ですか、 X とか、まあそういうのも見てるし、もう僕らは全く知らない知識も本当にいっぱい知ってるし、だから本当にそこについていくだけでも本当に大変なところはついていけないよね。いけないですね。多分俺らはほらあの現場にいた人間でユニフォーム組だったからさ、うん、吉村さんの話っていうか、そういうものを持ってるものっていうところには何一つ入り込んでないから、どんなものがあるかわからないけど、一回ね、昔ね、栗山さんに言われたの、これあの人よしよしって言うじゃん、うん、ヨシのとこ行ってさ、あれ全部見せてもらったらいいって言うけど、そんなの見せてもらえるわけないじゃん、そんなのそれぐらいなんかいろんなのがね、全てを持ってるって言ってさ、でもそこを補うんじゃないな、手伝っていく、そうですね、感じたんだね、仕事的には、うん、言いにくいか
あの俺は聞きたいんだけど、新庄監督との、関係というか、こうなんだろう、密にこう連絡取り合うとかなんかっていうのは結構やってたの、監督時代。これ最後になるけど聞きたいこと。まあ1、2軍のその業務的な連絡とか、あといろんなこう細かいことっていうのは、僕の場合は監督よりもまあ、ヘッドコーチ、林ヘッドコーチとかと、うん、まあ林コーチがもう本当に毎日のようにいろいろ連絡くれて、監督が来てますというようなことでやり取りはずっとやってて、うん、その中でまあ、まあ、こう林コーチとも話して、これは直接聞いた方がいいかなとか、うん、直接お願いした方がいいかなっていうことがあれば、僕は直接新庄監督に連絡することもあったし、逆に新庄監督から直接連絡があったことももちろん。結構要望とか多かった。まあそうですね、あのいろいろ、まあ僕らもまあ要は育成もあるね、ありますけど、まあ一軍が勝つってことも本当に大切なんで、その準備はやっぱりファームとしてしなきゃいけないと思ってた。そう、結構ほら、まあ特徴的だったのが、まあいろんな作戦するのもそうだけど、あの打順にしてもさ、いろんなことをやってたじゃん。ファームでもだから結構打順がすごかったじゃない。はい、ポジションもそうだけど、ポジションはあれ準備させないといけないから当然わかるんだけど、打順にしても、ね、特にファームの方だと打席を多く立たせなきゃいけなかったら3番ぐらいまでに入れなきゃいけないし、そうですね、ね、だけどもうある程度の選手でもこうある程度こう調整も含んでる選手がこの下位の方に入れるとさ、まあ、モチベーションというか気持ちをこう保たせるのもまた大変じゃん、ファームの監督って。まあコーチもそうだけど、だからそういう難しさもあったから、でも結構新庄監督とのあれ、あの関係性っていうのはどんな感じだったのかなっていうのは、なんかすごく、まあ新庄監督もね、見た目っていうかこうとんでもないことをやるような感じのイメージがものすごくついちゃってるけど、結構シンプルっていうか普通でしょ、やってることは。そうですね、はい、そんな難しいことやってないしね、はい、あの突拍子もないことっていうのはそんなに感、まあ、感じないこともないけど、うん、そんなに周りが言うほどでもないなっていうのはよく見るから、うん、ね、結構選手のこともすごくこう、心配してるしさ、うん、ああいうのすごく、なんかまあやっぱりそのああいうその新庄監督がやってる野球もまあ多分、まあ、それまでの栗山監督の時代とはまあ違うこともたくさんうん、あったと思うんですけど、それ以上に、まあ、いろんなことを周りで言ってることによって、まあ、さらにやっぱ違うぞと、うん、まあ、いうイメージを周りの人は持ってくれてはいると思う、うん、ね、監督変わったらやり方変わるのは当たり前だしね、それが高かったら大変だよね、監督なんかいる意味ないもんはっきり言ってそうだよね、大変だと。今日いろいろこう話をしてもらったんだけど、最後あの、はい、木田さんの方から何かこう、皆さんにお知らせというか、なんか知らせ宣伝的なものというか、なんかそういうものってあるいあります？いや、あの、特にないですハムファンへのミステリーなの、本当にまあ今年のファイターズ本当に、まあ、毎年ですけど今年も特にあの勝ちにいきますんで、はい、勝ちますんで、若い選手がどんどん出てきて、はい、これだけ経験させて監督にさ我慢してもらって使っててもらって、はい、ね、はい、そろそろ花開かないとダメだよね、プロ野球選手としてね、うん、まあで、まあ、まあまあさっきあの CBO のやりたいこともそうですけど、まあ、新庄監督がやりたいことを、選手がやりやすいように、そういうことを環境も含めて整えるのが僕らの仕事なので、それをしっかりやっていけばチームは勝ってくれると思いますので、はい、勝ってきます。あともう一つ、はい、これだけです、ね、あ、今日これずっとしてたんですけどあの大丈夫ですかね。もう全然、あの小松マテーレという石川の企業なんですけど、そこが扱っているあの世界一薄い生地
本当にすごいよね。本当にこれもう、本当にもうこんなつけてる。これあの小松マテールさんが出してますんで、それをちょっともうずっとつけてるんで、興味がある人調べてみてください。調べるのかい。わかりました。はい、今日は本当長いのごめんね。大丈夫ですか。こんなあの流れとかもあんまり。流れも何もなかったね。なかったけど。ありがとうございました。まあ、最終的にあの、小学校の頃から荒木さんに憧れてずっと野球を続けてたっていう話で締めくくって。すごいね。ありがとうございます。いただいて、はい、ありがとうございました。で今日は、本当長い間ありがとうございました。元、日大明星高校のエース、まあ、プロ野球メジャーリーグでも大活躍した、木田正夫さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。頑張って。ありがとうございます。